ははいこんにちは今回の補足動画ですけども YouTube 今から参入しても遅くないですかっていうところに関してですね遅くないどころか有利ですなぜならなぜなんですよ YouTube で今から始めるのが何で有利かっていうと成功例がたくさん出たからなんですよですんで最初ね YouTube は先行者利益だっていう人いますけども最初は最初でデータが何もないからそれはね試行錯誤で 成功例よりも失敗例のむちゃくちゃ多いですよ。やってもダメだったってことが分かってきたりとかね。それからこういうものはなんか反応が良かろうというものがだんだん詰まってきてノウハウ化されていくのにやっぱタイムラグがあるんですよ。今はどうですかね。どの YouTube のマーケットが当たりやすいのか。トレンドはどのぐらいのタイミングで来るのか。そして YouTube において販売をするときにはどういう順序でやればいいのか。もう相当データ出てますからね。例えばサムネイルとタイトルと再生数と チチャンネル登録者数これリサーチし放題ですよね今ねデータがなかった私の10年前と比べると本当に今はね宝の山ですよですんで今から YouTube 大丈夫でしょうかじゃなくて今から有利なんですよねそしてこれからも YouTube で稼ぐ人とか有名になる人ってたくさん出てきますよねこの2022年全然無名だった人が2023年にいきなりね有名になるこんな山ほど来年も再来年も5年後も10年後も出てきます ですんで、すん今から遅いいんんんんじゃなななででですすすよ。よ。よ今今かからら大丈夫なんですよその考え方なんですよね。今からやってもどうせ駄目だと思ってる人って全然ねまあ最初っから今からやっても駄目なんじゃないかなって恐れる人ってじゃあ今がそのいいタイミングじゃないとしたらいつがベストタイミングなんですかってことをこれ全然理解されてないから戸惑うと思うんですよだからねはっきり言いますけど大丈夫です今日から始めても明日から始めても大丈夫です問題はですね 問題は何をすするかなんででよそこでだから何をするべきかってことは今までたくさんのヒットの作品を出してきた YouTuber さんに学べばいいんですよね。それこそリサーチする時間があれば無無限に無料で学べますでも時間の限りがあって効率よく学びたいなと思ったらそういった当たる YouTube の手法を勉強してそしてそれで実績を出してくれる方がいますんで、まあ、その人のね、まあ、塾なり。 コンテンテツなりを購入して効率よくお金で解決すす。るっていう方法があります時間をかけれない人はお金をかけるそういうことによって稼ぐ日が一日でも早く近づくように私も思っておりますねはいでねあのタカさんからのメールなんですけども今回の補足動画あの顔を出したくないことのメリットっていうのをあこれはすごいな顔出さない方がいいよなっていうふうにあのドカーンとね打ち込めるとすごくいいですよね いや、自分は顔出しても出さなくてもどっちでもいいんだけどっていう人は顔出しはしないメリットを強調してもあんまり響かないんですよ。だから最も YouTube をやってきてやってみようかなとかね、YouTube の教材を買おうかなと思わせることっていうのはどうやったら目的が達成されるかってところにきちんとフォーカスしてることだと思うんですよ。顔出しをしないことは手段であり目的じゃないんでここを押そうとすると顔出しはしないことによってどう儲かるかってことをね よよくくく伝えておく必要がありますね顔出しをせずにすごく儲かるものってアダルトサイトの運営とかじゃないかなと私は思うんですけどねあとは、ね、闇世界とかねでも結局アダルトも闇世界の暴露も顔出ししてやってる人がいるんで。 どうしても顔出しをしない方が有利かなとまでは単純には言えないんですよね。そこをどういうふうに訴求していくかということになっちゃうかなと思います。まあ、とにもかくにも顔出しをしようがしまいが YouTube はできるんだよということをしっかりと訴えかけることを、まあ、コアに置くべきなんじゃないかなというふうに思いまして今回の補足動画は終わっていこうかなと思いますね。はい、お疲れ様でした。